武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学国際教養学部の2017年の世界史の勉強について話していきたいと思います。まず世界史ですが、配点が50点で時間が60分、となっています。でその中で大問が5題出題されており、1題が、英文の資料からの出題という形になっています。で15年、は大問4題だったのが16、17と大問5題が連続しているという形ですね。で設問としては、まあ、正誤問題や選択問題、中心の、構成となっていますが、特徴として、まあ、地図や、地理的な要素、を含む問題、が結構その出ています。なのでその当時の地名だったりで、それが地図でいうとどこだったりっていうのは大前提として押さえておかないと結構解けない問題が並んでいます。で要求されるレベルとしては、総計レベルまで参考書を終わらせていれば十分対応できる難易度ではあるので、まずはそこまでは持っていくのは前提となります。で英語の資料に関しては、英文であるという点を除けば資料そのものは、まあ、教科書内容の知識でそんなにややこしいことを聞いてくるわけではないので、まあ、ここの過去問で資料慣れしておくということだけ意識しておきましょう。で、まあ、どうしてもそのテーマ、として周辺国というか、その、まあ、外交関係だったりの、テーマっていうのは、多めになっていますので、まあ、そちらの、部分ちゃんと理解しておいて、まあ流れ と、と周辺国との関係を押さえておく。で地理的要因も含めてちゃんと理解するっていうように、まあ、トータルでいろんな知識幅広く入れておくように心がけてください。以上が世界史の勉強となります。